いわゆる格闘技、と呼ばれるものとプロレスは大体接点を持ってきてる。これはアントニオ猪木のその何でしょう、嗅覚というか、そうでしょうね、アンテナというか、まあ、力道山もそういう嗅覚はあったと思いますけど、それを引き継いでるのが猪木さんでしょうね。猪木さんはやっぱそっちの方面にものすごいアンテナが立っていて、嗅覚もあり、そういう技術をいろいろ新日本プロレスに持ち込んできたっていう。でそれをこう一方というか、まあ、ある側面で引き継いでいったのが佐山聡さんなんじゃないですかね。佐山聡さんが、いわゆるそういう異種格闘技戦で総合格闘技と初めて触れ合ったのが、マーク・コステロでしたっけ。マーク・コステロですね。これキックボクシングルールでしたっけ。そうです、昭和50年ぐらいですね、ありましたけど、はい、あれは彼はもともとそういう素養があって志願していったことなんですか。やりたかったんでしょうね、はい、当時まだ若手で、まあ、前座の一レスラーでしたよね、佐山聡さん。ただあの頃は、キックボクシングの練習なんかまだしてない頃でしょうから、その試合をきっかけにやり始めたということは聞きましたね。目白ジムでしたっけ。目白ジム、はい、ね、寝技以外立ち技もそこで習い、そこから打倒曲ってシューティングを作ったっていう流れですよ、ね、そういう意味で言うと日本の総合格闘技の夜明けみたいなものはアントニオ猪木から佐山聡を通して今があるみたいな考え方でよろしいんですか、先生。もちろんその派生していく中で UWF の人たち、いろんな人たちがいますんで、誰がということも言えないんでしょうけど、一番濃い線としてはやっぱそういうラインが一番強いんじゃないですかね。猪木さんから佐山聡さんという、あの UWF の話で今ちょっと思い出しましたけれども、取材で前田明さんが技を見て本物やれっていう話はされたというのを聞きましたね。ケネディが大喜びしたっていう衝撃でしたね。